PCFX、PCFX、PCFX PC PC とは、1994年12月23日に、日本電気ホームエレクトロニクス、NEC ホームエレクトロニクスから発売された、家庭用ゲーム機である。当時のメーカー希望小売価格は49,800円。NEC ホームエレクトロニクスがハドソンと、共同開発した PC エンジンの次世代機である。 PC エンジンとのソフト後完成はない。開発コードネームは FX。商品名は p c イコール PC-9800PC-98 シリーズ F イコール Future 未来 X イコール未知数から取ったものである。NEC 製 PC-9800 シリーズとの連携が意識されていたため PC-FX ボード fx-98if、pcfx PC がなど pc 上で pcfx のソフトが遊べる拡張カードが発売され、スカジー接続の外付け cd-rom ドライブとして pcfx を使うユニットが企画された。また、家庭用ゲーム機としては初めて縦置きデザインを採用しており、その年に通商産業賞のグッドデザイン賞を受賞した。モーション JPEG デコーダー、 ハック6271をハードウェア実装したことにより強力な動画再生機能を持ちバトルヒートのような動画とゲームを融合させたゲームを強みとした一方で当時の他の同世代機が持っていた 3D 機能は持っていない1992から1993年頃 PC エンジンスーパー CD ロムの後継機として32ビット機能 開発を始めていた。共同開発したハドソンは1992年のアメリカ CES にて JPEG チップを公表している。一方、アーケードゲーム業界では、セガ、後のセガインタラクティブのモデルに基盤、ナムコ、後のバンダイナムコエンターテインメントのシステム22、基盤などの 3D ゲーム基盤が熾烈な性能層を繰り広げていた。任天堂や、 セガエンタープライゼス、あとのセガゲームスソニーコンピュータエンタテインメントも、それぞれの思惑でこのような状況を反映した次世代機の開発を信じていた。1994年初旬、コードネーム FX と名付けられた PC エンジン次世代機の計画が公表された。同時期にはソニーコンピュータエンタテインメントの新規参入ハード、 コードネーム PSX、あとのプレイステーションやセガのメガドライブ次世代機、コードネームサターンなど、多種多様な会社から次世代機の開発計画も公表され始める。1994年5月、FX の仕様が公開される。PC エンジンファン1994年8月号の18ページにて、ポリゴンは必要なのかという問いに、 ハドソンの中本真一は今はみんなポリゴンで見ちゃうんだよね。ポリゴンは今注目されているから、だからそういう面では PCFX に動画機能という違った切り口があるっていうのが一つ面白いやり方なんじゃないかな、と発言している。当時のリアルタイムポリゴン映像のほとんどが実質数パターンのカメラ視点、視点切り替えしか使用していないことを挙げ、同数の動画を用意すれば、 結果的に同じことだと立ている。1994年12月23日、PC-FX が発売される。1994年の年末商戦には、セガサターンや、プレイステーションも発売されており、PC-FX もこれらの2機種と共に、次世代機戦争の一角を担うとされていた。しかし、他社に対抗できる、キラーソフトをハードウェア立ち上げ時に、用意できず、また、 3D 機能を持たずに動画をメインとしたハードウェア設計により競合機種の勢いに引き離され、この時点で市場の評価はほぼ決していた。1995年3月、NEC ホームエレクトロニクスと共同のプラットフォームホルダーであるハドソンが天外魔教3の PCFX での発売を発表した。が、発売日延期を繰り返した結果、お蔵入りとなった。 ハドソンによる PCFX 専用ソフトのリリースは少数にとどまり PCFX に参入して独自にソフトウェアを販売するサードパーティーも少数に限れた。その結果 PCFX のほとんどのソフトを NEC ホームエレクトロニクスがリリースすることとなった。1995年5月 NEC ホームエレクトロニクスによるアニメ戦略が展開される。 また PCFX のイメージキャラクターとして、ロルフィーを発表。1995年10月、NEC インターチャネル、NEC アベニューのソフトウェア部門を移管した会社が設立された。PCFX へのさらなる注力を表明したが、NEC インターチャネルから発売されたソフトは、チム用。良好機。 f x 一作のみでその後 PC、FX 用ソフトをリリースすることはなかった。NEC インターチャネルは美少女ゲームを武器に巨大なギャルゲー市場があったセガサターンへ参入している。これについて当時 TBS テレビ、JNN 報道特集にて特集されている。1995年10月27日、ファミコン通信にて行われた国勢調査95の持っている。 ゲームマシンにおいて PCFX の割合は3.2%と PS の40.2%、サターンの34.5%に対して大きく差をつけられている。1995年12月に NEC は企業向けと比べて安価な開発ツールとセットになった PCFX がという PC 用拡張ボードを販売した。当時は ゲーム専門学校も活況であり、導入市場やゲーム業界に興味のある人を視野に置いたアプローチも行われた。また、PC エンジンファンの発行元である徳馬書店、インターメディアも自ら開発したデベロ、ボックスと称する開発ツールを市場通販した。1996年11月には徳馬書店、インターメディアからゲーム開発に焦点を絞ったムック、 デイビロマガジンが刊行され、PC フックスがやでベロ、ボックスと連動するという形式になったが、2号で休館している。1998年4月27日、PCFX 最後のソフトである、ファーストキス物語が発売された。1998年6月、NEC ホームエレクトロニクスが、ドリームキャストへの参入を発表。同時に、 PCFX からの撤退を正式に発表したことで、PCFX はその歴史に幕を閉じた。1953年設立の新日本電機を、源流とする NEC の家電部門、NEC ホームエレクトロニクスは、後に NEC グループの事業整理の対象になり、2000年3月31日をもって、事業を停止、解散した。また NEC ホームエレクトロニクスと、 NEC Avenue のソフトウェア部門を移管した NEC Inter Channel も2004年に別会社に譲渡され NEC グループはゲーム業界から撤退することとなった。なお NEC AG の社員は20名ほどがビッグローブに移籍している。PCFX の最終的な販売台数は11万千台。ソフトの総数は雑誌付録、体験版、 PC f ク x が専用ソフトを除くと62本。NEC ホームエレクトロニクス関連の権利は2008年時点でビッグローブが有していたが、同社がグループを離脱した2014年4月1日以降の権利保有者は一般には開示されていない。PC FX のチップセットは PC エンジンと同様のハドソン製、HAC62 シリーズに加え、拡大、縮小。 回転、セロハン、半透明機能のある4枚のバックグラウンドが追加されている。動画再生機能として、モーション JPEG デコーダー、ハック6271を搭載しており、動画ではなく1枚絵として、ゲームの背景に使用することも可能。一時期ポリゴン処理能力を持たせるという話題があったが、PCFX 自体には搭載されなかった。これには2つの説がある。 ハック6273は1995年に発売された PC-9800 シリーズ用及び p c a t 互換機用ゲームアクセラレータボード PC フックス画に搭載され、n u 1 9 9 6年7月発売 NEC ホームエレクトロニクス市販された唯一のフックス画用ゲームソフトと共に発売された。当初計画予告されていた。 PCI バス対応版の PC フックスが PCI は製品化されずに終わっている。NEC ホームエレクトロニクスが1995年5月から展開したのがアニメ戦略である。これに合わせてリリースされたソフトアニメフリーク FX 総刊号ボリューム1では業界初アニメファンのためのゲームマシンで見る OVA 登場と歌っている。また PC FX アニメファイクラブが設立され、積極的にアニメファンや声優ファンの取り込みを講ている。1995年8月発売のアニメフリーク FX ボリューム1を皮切りに、8月に開催されたコミックマーケット48への出展、アニメフリーク FX シリーズやチップちゃんキークの販売を行っていい。PCFX の購入者のほとんどは、 pc エンジンからのファンの方たち、20歳前後の男子であった。こういった状況から、当初、アニメ戦略を展開しましたが、皆さんの反応を見て、現在はさらに進んで、ギャルアニメ路線になりました。として、事業の方向性を鮮明にしていった。あ、1995年4月、NEC ホームエレクトロニクスにより倫理審査基準が、定められた。ドルフィー。 ロルフィーはアニメ戦略を展開する際、PCFX のマスコットキャラクター、イメージキャラクターとして誕生した。NEC ホームエレクトロニクスのゲーム事業向けのコーポレートキャラとして機能した。アニメフリーク FX のチラシや表紙などを飾っており、ゲームソフト、隣のプリンセスロルフィーも発売されている。5、おさむき。